工学研究科の北野です。よろしくお願いします。私はちょっと構想や内容というよりはそれを支えるような技術のお話をしなさいということを言われまして、やらせていただきます。で、京大のオープンコースウェアの発足の時も少し会合に参加させていただいたり、その後いろいろ戸田先生とお話をしたり、この前は宮川先生に、私桂にいるんですけど桂までお出ましいただきまして、コースウェアのお話を伺わせていただきました。で、ちょっとこれいきなり間違ってるんですけど、2番目の項目を1番目に書きたかったんですけど、要するにウェブっていうのがインターネットそのものという感じになってきたわけです。最初の頃は必ずしもそうではなくて、いろんなものが昔の人は覚えておられると思いますけど、テルネットですとか FTP ですとかいろんなものがあったわけですが、もう今は本当にインターネットといえばウェブっていう形になってきました。で、その間何が起きてきたかというと、やっぱりその商用化、それから大衆化っていうのがすごく起きてきて、もともとインターネットではほとんど大学の中に閉じてたわけですけれども、それが瞬く間に世の中に出て、で瞬く間に大衆化してっていう、そういう10年間だったわけです。で、それに応じて、そのウェブというのも最初、我々最初に見てた様子とは随分変わってきてしまっていて、同じウェブなんだけど、本当に変わってしまったという感じがします。で、最近は、ここに書いてあるようにそのウェブ 2.0 というようなキーワードなのかもしれませんけれども、そのブログですとか、それから CMS、それから先ほどちょっとお話が出たウィキペディアに使われているようなウィキっていうような、そういう新しいやり方っていうのが普及してきて、誰でも参加できるようなタイプ そのインターネットになってきたと。で、今回の OCW というのは、まさにそういうことで、ウェブを通して大学と社会が新しい形で接点を持っていこうと、そういうことかなというふうに捉えています。で、これも昔話で申し訳ないんですけど、我々も最初ウェブを再出した頃はエディターで HTML 直打ちっていう野蛮なことをしていました。今の若い人は多分知らないと思いますけれども、で、その後、ページを作るツール、オーサリングツールといいますけど、ホームページビルダーとかフロントページとか、そんな名前キーワードであるような、そういうエディターのようなものが開発されて、その HTML を直接見なくても、作れるようになったわけです。で、特にプロ的な人はそのドリームウィーバーという、こういうソフトを使って、大抵ページができた。今の多分 OCW も、京大の OCW もドリームウィーバーを使って作ってられると思います。メールが来ました。それで、そういうのじゃなくて、最近はそのまさにそのブラウザだけを使って、ブラウザで直接そのページを編集しましょうという、そういう動きになってきて、それがさっき言ったそのブログですとか、CMS はコンテンツマネジメントシステムの略ですけれども、そういう時代になってきたということが言えます。で、手書きの頃っていうのは、1995年とか4年だったと思うんですけど、この HTML タグっていうのをつけて、この左にあるようなこんなメモ帳で、こんな、その頃はメモ帳あんまり使ってなかったと思うんですけど、なんかこんなん書いて、そしたらようやくこっちでページでこんなんが表示される、そういうことを一生懸命覚える、覚えるの本当に1時間ぐらいで覚えられて、昔事務の人に教えたりしてた覚えがあるんですけれども、これが昔のウェブです。で、その後こういうさっき言ったそのオーサリングツールというのが出てきて、こういうワープロみたいな感じでやってるんですけど、これも割とこれは綺麗なページができるんですが、後で変えたりするのは結構面倒だから、ページ100枚ぐらい作ると、あとなんかここ1箇所統一的に直したいというと、もう途端に嫌だっていう感じになるんですよね。で、最近はそのプキっていうのが流行ってるのは、それはここに書いてあるように、これが左が公開ページで、右がその編集ページなんですけど、全く同じそのブラウザを立ち上げていて、変えたいと思ったら、ある1アクションを起こしたら、その右のページが出てきて、ここで編集をしてやって、でサブミットすれば、もう結果がこう変わるっていうのはすぐに分かる、そういう即効性がある。で、誰かにお願いしてとかそんなこともなくて、自分がやりたい時にやればいい、そういう状況が随分話を変えてきてるわけです。
で、その後ろにいる話もちょっとしたいんですけど、まあ、HTML というのはもともとマークアップ、ウェブのマークアップとして作られたんですけど、非常に単純すぎたんですよね。でウェブを最初に設計した人はこんなに使われるとは絶対に思ってなかった。もっとちょこちょこってやって面白いねっていうのをみんながどんどん商用化して大衆化して使い倒してきたわけですね。でまあ要求だけはコード化してHTML の仕様は非常に貧弱なもので、でもうなんかすごい力技で見かけのいいページを作るというのが、まあ、2000年頃の状況だったと思います。もう絶対に作る自分では作る気がしないほど複雑なソースでした。でそれはもうさすがにこれはダメだっていうんで、まあ、反省がありまして、ウェブのコンソーシアム等が非常に努力をして、見かけとその内容をまあ分離して論理的なものにしようという、まあ、そういう動きが出てきて、まあ、その XHTML とその、カスケードスタイルシート、カスケーディングスタイルシートというのを使ってやろうというのが、まあ、ようやく最近物事は割ときれいにできてきた、まあ、状況なわけです。で、まあ、先ほどちょっとお話が出ましたけど、まあ、さらにその延長線上に回っているのがその、まあ、XML の話でして。まあ、さらに意味、そのマークアップの意味というのを積極的に使って、まあその文章に対して書く場所に論理的な意味付けをする、まあ、そういう状況がまあできる。で、まあ、これ割と今急速に使われるようになっています。で、まあ、我々の目にあんまり触れることはないんですけれども、裏でこっそりいっぱい使われているという状況になっています。で、まあ、とはいえですね、XML のまたコードを見ると、まあ、タグだらけでどこに文章があるのか分からへんという、まあ、すごいことになってるんですけど、で、まあ、これ書きましたけど、面倒なことっていうのをタグでこう書こうとか、まあ、こんなことをしないといけなくてタグだらけなんです。で、ただこういう形式を取ることによって計算機にとっては非常に読みやすくなって、いろんなその情報交換ができる、まあ、そういうことになっています。で、まあ、これはもう省略します。紙の方はどうだったかっていうようなことをちょっと考えてみたんですけど、まあ、紙でも同じようなことがあるんですけど、紙の方はなんせ歴史が長いので、そのいろいろ歴史的な蓄積のもとにマークアップができたんで、まあ割と立ちがいいんですけど、ウェブの方はとにかくなかったことをやろうとしていることが、まあいろいろ難しさを呼んでるんだろうというふうに思います。で、CMS ですけど、まあ、これはそのいろんなコンテンツを統一的に管理して、で、まあ、公開するんだけど、まあ、それを、まあ、ブラウザーからコンテンツを投入したり編集したり管理したり、まあ、公開非公開のコントロールしたり、まあ、そういうことができる。それからあとそのもっぱらそれをやる人はコンテンツだけに集中すればよくて、まあ、デザインは誰かが一生懸命やってくれたら、まあ、それにのっとってやればいいので、そういうコンテンツとデザインの分離がちゃんとできて、情報を作る人はコンテンツに集中すればよろしいという、まあ、そういう考え方のシステムです。で、ユーザーグループという概念があって、このファイルは触れるけどこのファイルは触れないねっていう、そういうちゃんと制御してできるという、まあ、特徴があったり、あるいはそのワークフローによって、こう書いたんだけど見てください、誰かが見て許可したら初めて公開されるとか、そういうワークフローっていうものを使って公開手順をまあ制御できる、まあ、そういうシステムがコンテンツマネジメントシステムです。で、これはもう最近非常に流行っていまして、これ表をインターネットで調べたら 100を超えるぐらいあって山ほどあります。で、割と日本発のは少なくて、なぜかよく分かりませんけど、ヨーロッパ発とかいうのが結構多いような印象を持っていますけれども、で、今日はお話しするのはそのプローンというやつ で、これはそのオープンコースウェアにも使われているCMS です。で、ちょっとまあ話はあれなんですけど、まあ、ブログと CMS は非常に似てるんですが、
ブログはどちらかというと個人が情報発信するという、そういうツールです。でそれに対して CMS というのは組織としてたくさんのグループの人が情報発信する、それから情報共有する、そういうシステムです。で共通点も結構あって、こういうふうにあまりスキルがなくても情報発信ができます。で CMS も全くマークアップなしでいけるかというと、そういうCMS もあるんですけど、多少はなんかマークアップしないとここの色変えたいとかちょっと字置きしたいというのはどうしてもあるんで、例えばウィキの場合はこうちょっと見えにくいですけど、この下の方ようなマークアップ、HTML で書くと 上みたいなんだけど、ウィキで書くとこんな風になるというそういう例を書きました。タグがをたくさん打つのが面倒くさいからそれを短くしてるというだけです。例えばそのタイトルは、HTML だと H2 でこう挟まないといけないんだけど、それを星星ってやったらそれがタイトルとして現れるとか、そんな程度のことで、でこういうウィキ語を覚えればそのいろんなウィキを自分で作ることができるということです。でプローンではこのリストラクチャードテキストという簡単なタグをつける形式が好まれて使われています。でプローンですけど、変な名前のソフトですが、割と高機能、オープンソースかつ高機能な CMS で、ここにウェブサイトがありますが、大規模なサイトでも使えて、新聞社とか飛行機会社なんかでも実際に使っている、だから本格利用ができるCMS という位置づけです。でこれはこれも専門的な話でどちらでもいいことなんですけど、ZOOP というのと CMF っていう、そういうさらにそれを支えるソフトウェアの上でに作られている、実際にもともと作った人は ZOOP を作ってそれで何とかしたかったんだけど、それでは足りなくて CMF を上にかぶせて、その上に ZOOP をかぶせてというふうになっているんで、またかなり大げさなものになっているわけです。でプローンはかなり拡張性があって、いろんなサイト、こんなサイトを作りたい、こんなサイトを作りたい、あるいはこんな機能をつけたい、例えばアンケート機能をつけたいとかですね、掲示板機能をつけたいとか、施設予約をしたいとか、そういう要求があれば、その拡張モジュールというのを取ってきて入れればよろしい、あるいは作ればよろしい、そういう形になっています。でその拡張モジュールの中にそのエデュコモンズというのがあって、これがまさにそのOCW のために作られた拡張モジュールです。ですからプローンの上にエデュコモンズという、モジュールを載せれば、OCW が、作れるという状況にあります。でプローンの利用例はもう世の中山ほどあるんで、ホームページ見てみたいただいたらいいんですけど、これは我々私今、工学研究科の情報センターというところで仕事をしていますけれども、そこの最近ホームページをプローンに変えたっていう例です。多少手間はかかりましたけど、移行してからはかなり楽に維持できるようになりました。で左が公開ページで、右がその編集しているところですね、編集画面です。ちょっとだけそのプローンのホームページ行くと映画がムービーが置いてあって、これを読むと見ると割とイメージが分かっていただけると思うんですけど、これなんか自分でページを作るところのをビデオに撮ってるわけですけど、これ新しくなんかページを作りたいときにページのタイトルを入れて、ページの説明を入れて、でここに本文を打っていく、結構早いですね。私なんかもっと間違って行ったり来たりしますけど、でここのところにいろいろ制御バーがあるんで、これ例えばセンタリングするとか左寄せするとか色をつけるとかリンクを貼るとか、なんかそんなのがここで制御できるんで、これ
ブラウザーなんだけどなんかエディターみたいなあの機能があって、でまあここである程度形をつけて、まあ絵を貼ったりいろんなことをして、それであの例えば今これからこの辺車体にするというのをやると思いますけど、車体になりましたよね。それからここはあのアイテマイズした、でこれでサブミットするとこんなふうにあの普通のページになる、まあ、そういうあの手順です。であの情報自身はこういうあのフォルダーの構造であの管理することができて、まあ、普通のパス自分のパソコンでデータを整理しているような感じであのウェブ上であのデータの整理ができるということになります。で先ほど美濃先生も出された図ですけど、もともと御本家の MIT ではあのプローンは多分使っておられなくて、マイクロソフトのコンテンツマネジメントサーバーというあのお金を払ってあのシステムを買っておられるので、ここの部分ですね、この部分にあの CMS を使っておられます。で多分他のあのこれはまあお金持ちのところはこれでいいんだけども、まあ、そうでないところのために、まあ、多分ユタ州立大学の先生だと思いますけど、そのプローン上に OCW を作ろうということをやっておられて、まあ、オープンソースであの OCW はできるということで、これがエデュコモンズのホームページです。でこれは実際に運用されているユタ州立大学の OCW の例で、あのこの左下の右下の方をちょっと見るとプローンパワードっていうキーワードが載ってるんで、あのこれはプローンで動いてるということが分かります。あのあと、ソース見ても分かるんですけど、あのまあそれはちょっとクロート的発想なので、まあこういうのは書いてあるはずですね。でまあ、あのそういう、エデュコモンズプローンを使うと何がいいかっていうと、まあその柔軟性発展性、つまり1個ずつページを作っていくんじゃなくて、まあ、こうシステムの上に作るということで、あの柔軟性があるということで、まあ、あと維持管理が良い、それからあとまあ認証システムとまあ連携が可能、まあ、例えば全学で認証システムを持っているというようなところでしたら、まあ、その教員の認証、この先生はここだけ触れるとか、そういうコントロールがまあできる。それからまあ、このこと自体がまあその教材を渡せば誰かが載せてくれるというのではなくて、教員自身がまあある程度作業をするということになれば、まあその共同作業という形になりますし、まああとこのブログ、ウィキといったものとのまあ連携、割と個人ってパーソナルな何かその活動と連携させる、まあこれ実際に何かやられているような。ところもあのちょっとウェブを掘ってみるとそんなのが出てましたけれども、あとはまあそのソーシャルブックマーク、まあ、これも今流行っている自分のブックマークをなんか公開して人気投票みたいなのをやるシステムですけど、まあ、こんなのと連携して、まあ人気のある事業とか人気のあるなんとかっていうのをまああの共有していく、まあ、そういうことも可能になるというふうに思います。であの、まあ、今後の課題ですけど、まああの我々情報提供する側にも、あるいはそれを受け取る側にも、まあ使いやすいシステムというのはまあ当然一般論ですけど望まれるわけです。でまあプローンの導入なんてまさにそういうあのことかと思うんですけれども、まあただそれはそれで大変いいんだけど、実際にはそれを支えるのは結構やっぱりそれなりに大変で、あのバックエンドの仕事が増えます。つまりそのシステムを入れてちゃんと維持しないといけないので、まあ、その辺ソフトのカスタマイズ開発、あるいはそのハードウェアをどうやって維持していくか、それからまあユーザーの教育、まあ使いやすいといってもある程度こういうふうに使うんですよっていうのは言わないといけないんで、まあユーザー教育というようなことをやらないといけない。それからあとはまああのこれは先ほど出てた質問とも関係あるんですけど、まあそのコンテンツのライフサイクルをサポートで、それはまだ未完成なんだけどとりあえず置いてみようという話だったり、あるいはこれは古いんだけど残しときたい、去年やったらちょっと変えたいとか、まあ、いろんなあのことがあると思うんですね。で今は比較的スタティックなイメージでスナップショットという感じで、まあ、置いてあることが多いんですけど、まあ、そういうことがサポートできたらいいんじゃないか。だからあるいはそのさっきちょっと選手権の問題をまあ言っておられましたけど、これもちゃんとこういうタイムスタンプ内容証明っていうようなことがちゃんとできれば、
この時点でこの人はこのことを考えてたということが、まあ、公式に法的に証明できるような根拠を与えれば、まあ、もうちょっとコンテンツ出しやすくなるんじゃないかという気がします。それからまあ、これもさっき言ったことですけど、リポジトリとどうやって連携していくか、まあ、そういったようなことを考えないといけないんじゃないかなというふうに思っています。以上です。